モンスターは異色のリーガル、エンターテイメントとされる司法ドラマ。よく考えてみれば法律を題材にしたドラマがそのまま法の綺麗ごとを押し付けると作品が政府広報のような無味乾燥な内容になるので、もちろんそんなはずはなくむしろ社会の不条理を法の限界によって描きます。実際にモンスターも時に法が追いついていない令和といった時代を背景に設計しており、 こうした法の献血をついて勝利を勝ち取る弁護士がモンスターなのでしょう。こうした設計はリーガル・エンターテイメントでは異色ではなく、むしろ普通です。例えば、リーガル・ハイは,い、は主人公・坂井雅人が自分の欲望に忠実で、そのためなら手段を選ばない弁護士。こうした主人公と集団主義的な日本社会を対比させることで、単なる法律によるきれごとの押し付けを避けています。米国のローオーダーも、 現実の事件を参照しながら、米国社会の正義とその矛盾を取り上げています。しかし、そんな普通に興味が惹かれるのは、モンスターがカンテレ制作の司法ドラマだから、2024年に放送したアンメットは漫画原作がある医療ドラマでしたが、こうしたジャンルものの水準を大きく超えていました。そもそも作品の内容も主人公を変更するという大胆な改変を行っていますし、演出も非常に意欲的で、 長回しやロングでの撮影を多用。9話では、なんと14分間の長回しまで存在します。他にもカンテレといえば、坂本雄二、大豆田とはこと3人のもと、二2021年や、渡辺あや、エルピスといった良質なドラマを思い起こす人も多いでしょう。どちらも、佐野歩みプロデュース。そんなカンテレが、今度は司法ドラマを手掛けると聞くと、どうしても興味が惹かれてしまうわけです。まず、モンスターの第1話を紹介すると、 主人公は主理演じる神奈美良子。ふわっとしたパーカーを着ており、外見はいわゆる弁護士っぽくはありませんが、これが実際に弁護士。法科大学院ではなく、高校3年生で予備試験から合格したレアキャラです。そんな良子が突然、大草慶子法律事務所に現れ、弁護士として働き出すわけです。所長の大草慶子優から良子のバディとして任命されたのは、 真逆のタイプ、東大法学部卒の杉浦義弘ジェシー。どうも各話様々なエピソードがこの二人の元へと持ち込まれるらしく、第1話で二人が扱うのは、事事教佐の罪で起訴された塩谷亮萩原敏久の事件。交際相手の河野え藤吉佳林が時事しており、これに時事未遂の過去があることを知りながら、死ねとメッセージを送ったことが時事強佐として検察に起訴されています。 両子たちが接見した塩屋は憔悴しきった様子で、ジジジした社への謝罪を口にしており、両子たちは当然、これの無実を証明するといった話になるのですが、当然、法が追いついていないということは、社へは塩屋との関係以外にも問題を抱えています。第1話で出てきた問題が、社への働く不動産会社、登場エステートでのブラック労働。ャへの会社はサービス残業は当たり前ですし、 日常的に上司からハラスメントを受けていました。つまり、良子は社へのじじじとの因果関係を、し親ではなく、会社の方に組み替えたわけです。良子はゲームの達人という設定なので、クライアントが、白でも黒でもどうでもいい。裁判に勝つためなら、SNS による世論の誘導やハッキングなど、強引な手段も辞しません。さらに、第1話は、社交がハラスメントに悩んでいることを、心理カウンセラーアミナに相談しており、 これが直接的な社への死に繋がっているという二段落ちです。もちろん、心理カウンセラーの言葉は間接的ですし、証拠があるわけではないので、法で裁けません。さて、このように移植のリーガル、エンターテイメントと銘打たれたモンスターは、裁判に勝つためなら手段を選ばない弁護士が各エピソードを通して、 ブラック労働などの他の問題を照射するような作りになっています。ただ、少し気になったのが、事件のチョイス。電通の祭りさんの痛ましい事件が起こったのが、2015年。メンバーシップ型の雇用を取る日本の会社は、未だにサービス残業が多いとされますが、それもコロナ禍を挟んだこの10年で様変わりしています。今では TSMC のような外資企業に、日本人は思ったほど働かないと言われる始末です。第2話ではこうした事件が、地下アイドルの盗作問題らしく、 これが2014年のサムラ号事件が元だとちょっと古いなと思います。また、登場エステートのハラスメントや盗作は法が追いついていないとする法の献血ではなく、ごく普通に違法です。これをさらに細かく規制する立法や行政による指導やガイドラインを求めるのは法化社会といいます。当然、過剰な法化は自由とは相反するもので、そうした法化を求める根性が規制国家日本を作り上げています。このチャンネルでは、コンテンツ探偵メタが 新しい古典を取り上げています。一般的な動画チャンネルでは作品を見ればわかることをわざわざ紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますし、このチャンネル自体が企業からの広告ではなく、定額のメンバーシップやスーパーチャットによって運営されています。